3月10日から12日までの3日間、天理教協会本部主催の学生生徒修養会高校卒業生コースが開催されました。この春卒業を予定している全国各地の高校生が受講対象となるこのコースは、2年前に新設されて以降、毎年募集人数を増やし、今年は初年度の3倍以上にあたるおよそ350人が受講しました。これから進学や就職などそれぞれの道へ踏み出す受講生たちは、グループワークや講話、ヒノキシンなどを通して教えを学び、率直に語り合い、同世代の仲間とのつながりを深めました。